運べたのはこんだけさ。気をつけてな。こっから這い上がるぞ。ようやくまともな空気が吸える。くそ、なんでこんな。ちょっとだ。すぐそこが6番街だからな。母さんは何もかもないのよ。それでもあそこにはいられないだろう。おい、嘘、助からなければ。バカ言うな。今までだってなんとかやってきたじゃないか。そうね、もともとお金はなく。またか。さっきよりも近いだ。おーい、助けが必要な奴はいねえか。なんもねえ。もう少しだよ、頑張って。動かねえ。手伝うぜ。マレさん、あんたたち行くぞ、せーの。よかったな。よく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい。いや、確認してきたらどうだい。じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけていきな。おい、誰かいねえか。返事をしてくれ。その顔ならマリンは助かったんだね。誰かいないか。返事をしてくれ。誰か返事をしてくれ。おーい、ティファン。
ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。行くぞ。せーの。今行くからな。そこで待ってろよ。死んだくせやな。ウェッジ。ウェッジ。
この間に作りやがったこんなとこ。無事でも負けっかよ。どうよ。ほら、腕に行くぜ。おねんでか。よっしゃ。選ぜ。おらおら。こんなもんだ。はあ、神羅の野郎、どんだけ掘ってんだよ。暴れがいがあるってもんだ。ああ、こんなもんよ。
上も下も死んだかよ。悪いな。待ってました。
ってたね。無事だといいんだけど。心配いらねえ。
あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるさ。戻ったら美味しいものいっぱい食べさせてあげよう。ほら来ないな。そうこちらだ。大丈夫。本当か。この野郎、心配させやがって。よかった。ありがとう。みんなのもう全部ぶっ飛ばす。
行くよ、それ！なんだありゃ！吸収した。
あんなことをするのはあんただけだ。
そうか。これが神羅の村の顔だ。安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。クラウド？よくやった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所は間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。たぶん重てえな。すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。神羅の地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方が神羅という組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。
でも少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。眠れないのか。うん。クラウドも？足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな。ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。やっぱりおかしいと思ったんだ。クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな。そのお花もなくなっちゃった。お店も家も全部。またなくなっちゃった。
あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。父ちゃん。ん？マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃん、そいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん、助けてあげて。任せろ。帰ってくるよね。ああ、絶対だ。大丈夫だ。よし、シンラビルに乗り込むか。目的を忘れるな。わかってるよ。エアリスの救出だろう。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ、線路を歩くか。今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ？裏ルートがあんのか？そういうこと知ってそうな人って。コルネオか。